ハロー YouTube ニハオヨークワン林中です。今日もですね、日中を股にかけた、高タンパクバイリンガルの僕がですね、皆様に、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして、日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりなので、皆さんぜひチャンネル登録をして、中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースなんですけどもね、皆さんね、イエンウォーって、今日の中国語はこのイエンウォーっていうことで、ツバメの巣ですね。イエンウォーなんか、ツバメのなんか海藻とツバメの唾液で、ツバメがね巣を作って、それがね中国国内で食用で人気があることって言われてるんですよね。でそれでこれ非常に高価で栄養価も高いと、そういうふうに言われてるんですけども、中国でね、ライブコマースっていうのが、日本よりはるかに流行ってるんですよね。これはですね、インターネット、インターネットっていうか、スマホでね、ライブをしながら、なんとかショップみたい、日本でいうテレビショップみたいにね、販売していくと。でそこでもうマクロペイで支払って、マクロでもね、価格的にマクロかどうかはちょっと怪しいんですけども、スマホでねポンポン支払って、宅配便でね、すぐ届くっていう、そういう感じの商売なんですよね。でそれで売られていたツバメの巣がですね、偽物で、大体ね40元、日本円にして600円ちょっとのコストがね、原価が大体1元、大体15円だったということで、それでですね、このイエンを、ツバメの巣を買うやつは、IQ 税ですね、日本語で言うところの、バカが支払う税金を払っているんじゃないかっていう、話なんですよね。でこの、コストが1元というこのイエンを、ツバメの巣なんですけども、非常にね、喉に良かったり美容にいいという話なんですけども、中国国内でね、このライブコマースでですね、このイエンウォーですね、イエンウォーと多分、インスタントツバメの巣みたいなのがあって、ちょっと多分煮込むぐらいで食える、ちょっと加熱するぐらいで、食べれる、イエンウォーツバメの巣があるんですけども、これがですね、偽物なんじゃないかと、いう話なんですよね。要はですね、砂糖水とあと、ゼラチンでそのいわゆる、ツバメの巣の部分を作って、一元で原価が済んで、それをね1個、1食、600円で売りつけると、そういった詐欺商売が流行ってるんだけど、どうなのっていう、話なんですよね。で最近この、だからイエンウォーをね、検証する、チームみたいなのが出ていって、一個一個ね、そのイエンウォー、ツバメの巣を買っていって、本当にツバメの巣のその成分が膨らまれているのかと、検証していくんですよね。で、これはこれでね、嘘は良くないんですけども、そもそもツバメの巣っていうのがそんなに栄養効果が高いのかと、そういう疑問を呈している人がいるんですよね。別に偽物でも変わんなくねみたいな。ツバメの巣っていうのは、ツバメの唾液で作られていて、ツバメのなんか唾液酸っていうのが体にいいと、美容にいいと、そういうふうに考えられているっぽいんですけども、実はね、そんなもの卵にも含まれているし、もちろん人間の唾液にも含まれているし、他のね、全然安い食品にもたっぷり含まれていると。ツバメの巣1個、食べるより、卵を5個ぐらい食べちゃえばね、簡単に取れる栄養素でね、そもそもね、それを大量に摂取したら体にいいかどうかもうそのものがね、分からないということで、だったらゼラチンとか、コラーゲンね、多分コラーゲンだとジャウユンダンバイって書いてあるからコラーゲンのことだと思うんですけども、コラーゲンで作っても変わんないんじゃないかっていう、
そしたらなんかコラーゲンの方がまだもうちょっとあの栄養、ありそうな感じなんですよね。でもまあ嘘ついて売るのはね、まあ、これは良くないことなんですよね。ちなみにね、あのこのコラーゲンね、あの日本であのたくさん売られてて、ものすごく流行ってて、まあ、中国人女子に超人気で、僕もねあのたまに、まあ、たまにじゃないですけど、まあ、日本にしょっちゅう帰ってくるんで、日本でね買ってね、あのついでに買ってきてって言われることあるんですよね、この、コラーゲンね。もう本当に何パックもね、もうバラバラに、バレるとね、日本に帰ったってバレるとね、言われるんですよ。ちょっとついでにあのコラーゲン買ってきてって言って、でね、このコラーゲンね、僕相当怪しい、いや、まあ、別にコラーゲン自身が、ダメなんじゃないんですけども、結局これプロテインと変わんないんじゃねえかって、まあ、多分変わんないんですよね。一緒なんですよね。で、みんなね、あのコラーゲンを食べたら、そのまま体にコラーゲンが吸収されて、その皮膚に吸収されるって思うんですけども、コラーゲンだろうが、プロテインだろうが、結局はね、胃の中で分解されて、そのアミノ酸の形で、腸に吸収されるんですよね。で、アミノ酸の形で腸に吸収されて、それが、ね、あの皮膚に届くんで、まあ、結局そのコラーゲンだろうがプロテインだろうが、まあ、一回分解されちゃうんですよ。だからその状態って結構あの関係ないと思うんですけども、あとね、あのホエイプロテインとかあるじゃないですか、まあ、ちょっと専門的なあの話になるんですけども、まあ、ちょっとね、あのだからより分解されてるという話なんですよね。で、分解されてて吸収が早いと、まあまあそれはそれであの、まあ、基本的にはいいことなんだろうけども、消化が早いということは、あの基本的には太りやすい傾向にあるんじゃないかと、だからね、あのほとんどなんかものすごく運動しててすぐにプロテインを吸収しなくちゃいけないと、アミノ酸を吸収しなくちゃいけないとかいう人にはあの非常に有効なんだろうけども、まあ、普通の人ですよ。で、普通の人は別にあの安いプロテイン飲んでればいいんじゃないという。で、安いプロテインを、まあ、僕が普通の人にあのおすすめしているのは、あの安いプロテインを毎日あの好きな味で、だからプロテインをあの味で決めるという、そういったあの選び方をおすすめしております。それでですね、このツバメの巣にあの戻るんですけども、まあ話をまとめるとですね、ツバメの巣があの、まあ、栄養価があると、まあ、伝統的に信じられる、まあ、伝統信じられるとバカなんですけどね、伝統的に栄養価があると思われていたツバメの巣が、実はね、あのコストがはるかに安い、偽物で、まあ、しかもそれがね、あの中国であの大流行りの、ライブコマースで販売されていて、で、まあ、それで偽物だってあのバレるんですけども、じゃあ本物だったら何なんだよっていう話なんですよね。で、昔の人がね、あのなんとなくこう信じてたものなんで、あの実はそこまで栄養ないんじゃないかと、いう話ですよね。もちろんね、あの栄養がなくてもあのいいって思ってる人は食べればいいんですよ。あのまあ、これがツバメの巣、これ美味しいねってこう思ってあの食べるんだったら、ああまあいいんじゃないですかっていう、まあそんな感じですよね。はい、今日のねこの動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてツイッターもフォローしていただけると、最速で中華ニュースを手に入れることができます。それでは皆さん、リンチーでした。再见。